その日、俺は油断していたんだ。彼女のアキは出張で1週間この町にいない。だから、誰もこの家に入ってくることはないんだって。え？何これ？ヨシハル？ねえ、起きて、ヨシハル。な。青木、なんでここに出張に行ってたんじゃ。予定より早く終わったのよ。だから吉原のことびっくりさせようと思ってきたんだけど。違うんだ。これはなんていうか、泥棒。そう、泥棒が入って。青木も知ってるだろ、いつも俺の部屋はこんなじゃないって。これが吉原の本当の姿だったのね。違うんだ、信じてくれ。なんか、ヨシハルって思ってたのと違う。悪いんだけどもう付き合いないや。待って。ねえ、なんでそんなだらしないの？待ってくれ、アキ。またこの夢か。俺はたまに昔の夢を見る。それは、忘れられない、辛い記憶。もうあれから2年も経ってるというのに、俺はまだ立ち直れていないのか。アキは、大学で出会った2校上の先輩だった。ん？待って君、これ落としたよ。ありがとうございます。アキはしっかりとしていて、何をするにも完璧な人だった。私はこう思うんだけど、みんなはどうかな？俺はそんな秋に憧れていたんだ。俺はもともとオンオフを切り替える人間ではあったのだが、秋に影響されてなのか、外面だけがますます良くなっていった。彼女といると心地よかった。俺も完璧になれた気がして。わあ、素敵なレストラン。外面くん、こんなところへ連れてきて、今日は私に何の用なの？好きです、秋さん。俺と付き合ってください。喜んで。完璧な秋と付き合ったからには、絶対に俺の本性を晒すわけにはいかない。秋の前では絶対に出てこないようにしなければ。ああ、俺なんで教師なんかになったんだろう。どうしたの、秋。え、今からうち来るって？ちょっと待って、掃除するから。少しくらい散らかってても気にしないわ。少しじゃない。いらっしゃい。ほんと、ヨシハルんちっていつ来ても綺麗よね。私も見習わなくっちゃ。いやいや、全然だよ。はぁ、正直、無理しているのは自分でもわかっていた。だからあんなことになったんだ。それにしても、あの悪夢結構久しぶりに見たかも。最近はあんま見なくなってたっていうか、それはいつからだっけ？あ、そうだ、雨宮だ。アメミヤが本当の俺を肯定してくれた時から。先生は、本当の自分のことよく思ってないって言いましたけど、私は、先生の本当の姿、好きです。先生、おはようございます。また？おいおい、お前よくこけるな。大丈夫か？ごめんなさい、先生。別に謝んなくていい。アメミヤのことは、前まではとどいし面倒かけんなクソガキ、なんて思ってたけど、最近はそうでもない。それじゃあな。あ、はい。あ、外面先生。どうかしましたか、江ノ島先生。あのですね、うふふ。江ノ島先生は同世代だし、親しみやすい雰囲気をしている。そして正直めちゃくちゃ好みだ。外面先生って今週末空いてますか？え？よかったら二人で飲みに行きませんか？二人で。まあ予定の確認もあると思うので、また明日にでも返事聞かせてください。わかりました。二人で飲みか。江ノ島先生に誘われるなんてちょっと嬉しいな。でもどうも気が進まない。やはり
俺はアキトのことがトラウマになっていて、恋愛面で前に進むことができなくなっているのだろうか。ん？どうした雨宮、そんな隅っこで。広島先生は美人で優しくて生徒からの人気もあって、お胸も大きくて私なんて足元にも及ばない。おい、聞こえてんのか雨宮。あ、先生。え？ごめんなさい、何でもありません。いた。どうして？どうしてって、なんとなくほっとけなくて。急に泣き出してどっか行かれるとさすがに気になるだろう。理由くらい言えよ。言えません。そうか、ま、元気出せよな。あー疲れた。俺なんで教師なんかになったんだろう。はあ。よし、今日はうなぎ食いに行くか。うなぎは生が作って言うからな。よっしゃ、ビール飲みながらうなぎ、なんか元気になってきたぞ。え？ハロー、外面先生じゃありませんか。いつも娘がお世話になっております。マジか。へ、いらっしゃい。よかったわね、しずく。大好きな先生とこんなところで会えるなんて。いや、やめてお母さん。ほら、先生のとこ行ってらっしゃい。いいからちょっと静かにして。雨宮のやつ、親に俺のこと言ってんのかよ。さあさあ、お好きな席へどうぞ。あ、いえ、すみませんが帰ります。いやん、帰らないで。今日お客さん少なくて赤字なんだよ。く、結局頼んでしまった。先生、ここお邪魔してもいいですか。先生、ちょっと娘のことよろしくお願いします。こっちは勤務時間外だぞ。スパッと断ってやる。わかりました、雨宮さん、そこ座りな。よかったわね、しずく。うん。くそ、条件反射で受け入れてしまった。長年培われた外面の良さが憎い。はあ。まあ、別にいいか、雨宮なら気を使わなくていいし。あ、そういえばお前元気になったのか。あ、はい。本当は広島先生にお誘いどうするのか聞きたいけど、聞けない。へ、いらっしゃい。お好きな席へどうぞ。どうする？カウンターでいい？うん。っていうか美穂、久しぶりだね。え？先生？でさ、今日あんなことがあって。それはやばいね。あ、そういえばアキ、最近彼氏とはどうなのよ。彼氏ってどの彼氏のこと？どのって、アキ今何人と付き合ってんの？3人くらいかな。ほんとアキって同時に付き合うの好きよね。だって一人に絞れないし。そういうとこ大学の頃から全然変わってないね。今までトラブルとかなかったの？あははは、ないない、うまくやってるから、誰にもバレたことないよ。私の本性を知ってるのみほくらいだし。どういうことだ。アキは大学の頃から同時に複数の男と付き合っていたのか。で、私が聞いた彼氏ってのは大学の後輩だった。名前なんだったっけ。アキにしては結構長く付き合ってた。ああ、ヨシハル。そう、その人。ヨシハルとは2年くらい前に別れたよ。ヨシハル。そうなんだ、なんで別れたの。ヨシハルって完璧すぎて息が詰まるっていうかさ。周りの評価もすごくいいし、部屋はいつも綺麗だし、そしてなぜか私のことをしっかりした完璧な女だって思ってんの。過大評価されすぎて、一緒にいると自分が嫌になったわ。本当の私は別に何人も付き合ってる人がいて、平気で吉春のことを裏切ってたっていうのにね。先生。別れた日もね、1週間出張だって嘘ついて他の彼氏のとこ行ってたのよ。それでそっちが早く切り上がったから吉春のとこへ行ったの。そしたらびっくり。なんと吉春の家めちゃくちゃ散らかってたのよ。私びっくりしすぎてその場で別れを告げたわ。でも、後で思ったのよ。吉春も私と一緒で、本当の姿を見せてなかったんだなって。もしかして別れたこと後悔してんの？いや、全然。何よそれ。大将、生おかわり。怒りに行かなくてよかったんですか？なんで、
だって先生とお付き合いしてる時に他の人ともお付き合いしてたなんてひどいじゃありませんか。まあそうだな。2年前だったらキレてたかもな。でも今はそんなことより俺は嬉しいんだ。え？だって秋のやつ何股もするような毒図だったんだぜ。そんなやつにだらしないとか言われて2年もショック受けてたのかってバカらしくなったわ。すげえ清々しい気分だ。ふう、完全に吹っ切れた。これでようやく俺も次の恋に向けて前に進めそうだ。次の恋？あ、私お部屋が散らかってても全然気にしませんよ。むしろ一緒にお掃除しますし。は？それに、私はすごく一途なので、絶対裏切るようなことはしません。あ、安心してお付き合いできると思います。断る、以外の選択肢はない。でも、そうしたらまたアメミアは悲しんだ顔をするんだろうな。雫、そろそろ帰るわよ。え？じゃあ俺も帰るわ。先生。とりあえず、俺は先に進まなきゃならない。そのためにはまず、江ノ島先生に誘いを受ける。話はそれからだ。いた、あ、髪の毛切ったんだな。江ノ島先生、昨日の誘いの件なんですけど。嫌です、行かないでください。お願いしますなんだ今の。先生行かないでください。そんな悲しそうな顔しないでくれよ。まあ急がなくてもいいか。たく、わかったよ。行かないから泣き止んでくれ。本当ですか先生。きっとこれは気のせいに違いない。